U149 見ます。よっす。よっすー。見ようじゃないの？U149 をねー。イテテテテ背中つる。助けてくれ。お水持ってき忘れた。眠気覚めた。まあ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 かな。まあまあ。 まあ、まあまあまあそれなりですそれなりそれなりトゥリなりえ、寝てないよさっきまでマージャンしてたよツイッチでなんか一番街の配信するよーってツイートしてたらさあのマージャン街のあ一番街の,配あの開発者がいいねしてくれてた 毎回いいねしてもらおう一番外の一番外のことをツイートしてそうすることによって俺の知名度がこの人の覚えてもらおうで最終的に一番外の公式配信に出ようそれ本物わかんない 本物じゃないかな。アプリ開発者って書いてあるけど、嘘かもしれない <laughs>。嘘つく必要ある麻雀一番街のアプリ開発者。ニコニコ生放送で。1149。今ちょうどやってんだよね。地上波では。 楽しみ今日はあれだもんね。多分小春ちゃんの会っぽいよね。声がないのに、うるさいものって何みたいなタイトルだったな、確か。<laughs> 当てよう。当てようじゃねえや。<laughs> 見よう。 だだけ煽るななならそれなりの内容なんだろうないやそうだよね今マージャン一番街のなんか <laughs> 公式ツイッターで見てたらあのジャンシをもらえるリツイートキャンペーンみたいなやってて今それを見ながら喋ってたら当てようになっちゃった <laughs> これずるいわマージャン一番街をさ欲望が群れ出してるマージャン一番街のジャンシーを1名様 Amazon ギフト券1000円分を5名様にプレゼントしますって言ってるせいでさ無駄に小じきが湧いちゃってる <laughs> 俺 Amazon ギフト券いらないからジャンシーだけの抽選にしてもらえないかな でなんか直近でアマゾンギフト券を入ってないプレゼント企画のジャンシー新衣装のプレゼント企画は300リツイートしかされてないからパチンコ当てるのと同じぐらいたたったやつ切れてそうハ <laughs> んでジャンシーなんだよってんであれじゃねえんだよ なんで甘木フじゃなくてジャン子が当たってんだよシャニソンは当たったシャニソンは当たってない <laughs>。で、聞いてシャニソンがさ、今日ね、あの、シャニソンの、あのー、シャニソンのなんか、あの、当落のメールが来ますみたいな。今日順次、今日から順次送りますみたいな、公式がツイートしてて。で、さっきメールが来たの。シャニソン。 抽選結果のご連絡っていうタイトルのメールが来て、うわ当たったって思ったら、あの、残念ながら落選となりましたっていう丁寧なメールが来た。落選のメール送んなよ落選のメールが来なければさ、あの、何ずっと落選してたとしてもさ、いや俺まだ来てないんだよねっていうネタができたのに。発想を持って変えさせていただいてほしかった。 結果は発想を持って変えさせていただければさ、こっちに、丁寧だろ <laughs> めっちゃ丁寧、落選のさ結果が来なければ、いや、俺まだ来ないんだよね、いつ来んだろうなーって言えたのに、ちゃんと丁寧に落選の <laughs> メールを送ってくんなよ。で、その後もう一回さ、なんかメールが来て、シャニソンから、おなんかその キャンセル者が出たから、俺に補欠合格回ってきたかなと思ったら、あの、なんかその、テストプレイに応募した人に対する、プレゼント用のシリアルコードが間違ってましたので、こちらをご使用くださいっていう、シリアルコード再送信のメールだった。また落胆した。うん、悲しい、俺は。 なんで限定入り10連だぞ、喜べ。どうせ当たんねえんだよ。ひな名も入ってねえだろ、どうせ。知ってんだひな名も入ってないだろうし。どうせ当たんないし。悲しい、俺は。今日起動した。今日起動してない。あとあのメール天才転送複者禁止だって。あ、マジで消します、消します。すいません。消します、消します。消します、消します。すぐ消します。 そんなもんは。誰だそんな悪いことしてるやつは。そんなことしてるやつはね、悪いやつです。普通に。最低です。そんなことしてるやつは。信じられないよ、ね、本当にひどいと思う。だって書いてあるんだもん。天才,天才、天才。ん天才。 転送、副写禁止って書いてんだから、それダメだよ、やったらやめてほしいわ、ほんとに。の当選メールえ、ほんとにな、最低だと思うわ。そんなことしてるやつは。俺はしてないよ。全く、全くしてない。しかももつけてなね、最低ほんとに。そんなやつがいっぱいいるんだよな。 結局、アイマス好きなやつってな。ちゃんと読まないとダメです。今度から気をつけます。シンプルに気をつけます。はははは。ちゃんと気をつけます。すいませんでした。自分はルール守らないのに、文句だけは、一丁前って最低だな。本当に見,見逃してました。すいません。P は文字が読めないからな。本当に見てなかったです。今度からマジで気をつけます。お許しくださり。 マス何とぞ何とぞ何とぞ消しましたいやーやりたかったなシャニ、えーえもうシャニソンできてんのみんないないシャニソン当たった人さすがにまだじゃねさすがにまだ ージかららダウンロードできてるらしいいいなーめっちゃいいなー何人ぐらいだったんだろうねシャニソンできた人ってマジかいいなーシャニソンやりたいよ俺もシャニソンどうして俺はシャニソンできないのフォローしてるねカキさん うわあずるプレイしたやつの感想が微妙だったらさせるなあ,あそうだねなんかねえかな人かみんな落選メールみんな俺のフォロワーは 落選してるって人もいるわチャニソンチャニソンで検索してみよう落選メール来ましたって言ってるわチャニソンチャニソン当たったいいなあチャニソン当たった人 なんでもっとたくさんの人間にやらせようよ。そんな数少ない人じゃなくて。たくさんの人にやらせればそれだけデバッグ、ただでデバッグしてもらえるんだよ。しませんかねえ。ちなみにあれは俺、なんだっけあの、アイマスのアーケードの。いや、俺もね、今、くらいかけたわ。 野獣馬が寄ってきても嫌だろまあ確かにでもシャニソンの話してる人全然いないなまだシャニソンやってますみたいな人いないからまだできないのかないいなーシャニソンできる人はまだだダウンロードだけっぽいなるほどねいつからできるんだろうね あコメント消さないとまたネタバレもしかしたらまたすごいサプライズがあるかもしれない次あるとしたら何だろうなすごいサプライズユニボの2曲目かなやっぱりそれがニュージェネの3曲目いやー可能性あるわ永遠に増え続けるこっから 新曲がえでも小春ちゃん回だったらエンディング小春ちゃんのソロになるよね普通に新曲出る可能性あるよな小春ちゃんソロの楽しみ楽しみまだないのまだない小春ちゃんはだって U149 から声がついたアイドゥールだからねまともにしゃべるのもあんまり聞いてないのに小春は アージ様みたいな人がいいなところでなんで天井を映してるのえここ知らない天井知らない天井をさせるために別に特に理由はないです意味もなく映してます普段あのカメラがこっち 普段カメラがこっち向いてんのが嫌なんで、あのー、基本的に配信外、配信してない。ジャニソンデモプレイ内容漏折禁止らし。ビュって上に向けてるだけ。そのままなだ,だけ。ジャニソンデモプレイ内容漏折禁止へーじゃあよかった。当たんなくて。当たってたら、俺は、配信でやってたわ。 あ、危ない、ネタバレくれそうだった。ゆいちゅんきゅうの。<laughs> ニコナモならバレない。まあ、ニコナマだったらバレねえよな。やめよう。ウロボルス・タガシのタイムライン、危ない、みんなやめよう。サヨリ,思い出すサ,ヨリサヨリちゃんって、あの、ドキドキ文ゲームのあ,あ、そっか。サヨリちゃんもこんな感じの声で喋ってたっけとっても辛いのみたいなあ。俺のドキドキ文ゲーム見てえな。 みんなで俺のドキドキ文芸部見る配信しない俺がさ無言で絵描いてるからさみんなでドキドキ文芸部を見る配信しない <laughs> 俺がずっと無言で絵描くからゲームやらないとツイッチでやらないとっていうかやりたいな ちょ今日はマージャン、さすがにツイッチ2日ぐらいや,やんなかったから、できる限りいっぱいやりたいから、今日無理やりマージャン一番外やったけど、無理やりではないけど、まあ、やりたかったからいいんだけど。まあだからこういう感じに、空いた時間とか、ちまちまやっていこうかなっていう感じではあるよね。空き時間にちまちま一番外。ちまちまん 今日の俺の配信面白かったと思うんだよな。結構。エクスポートしよう。おすすめ。川口初心者におすすめ。面白かったけど、ちょっと狂気を感じた。<laughs> 終盤は電池切れてた。終盤電池切れてたね。めっちゃ眠かった、最後。めっちゃ眠かったけど、あの、クエン酸舐めたあたりで一回覚醒した。 で、今は、また眠い。ゆ一いき見終わったら寝ます。普通にすぐ。よいしょ。あ、もう、あと2分で始まっちまうぞ。みんな。仕方ねえからおじさん出すか。馬娘の話したかったのに。あ、いいよいいよ、しようよ。そういう話ありがとうな。気使ってくれて。ニコ生、まあ、そういう話はニコ生の方がやっぱ悪口とか言えるし。いいじゃん。<laughs> 悪口言いたいわけじゃねえけどお気遣いサンクスなんかあれらしいね馬娘が訴えられたんだっけこなみにパワープロと同じだからみたいな理由でジャニーズですら営まあなあ俺もちんぽ営業しないてつ。眉毛整ってる 眉毛が自分の眉毛が濃いかどうかが分かんないんだよね。でもほぼいじってないよ。薄い。ウマ娘が訴えられて、なぜシャニマスが訴えられないのか？なんかわいし、陰謀によりシャニソンた <laughs> 俺もシャニソン落ちたから安心して。なんかあの綺麗な眉毛。あのウマ娘はなんか特許を取ったんだって。ウマ娘も。 だからなんか怒られてるんじゃないかみたいな,はま,なんかまとめは見たさっきなんか基本的にそのあやべ始まっちゃう基本的になんかそのゲーム内の特許ってなんかそう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 ゲーム内の特許ってなんかお互い暗黙の了解みたいなあのパクってもまあ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 ちょっとぐらい許してやるよみたいな 感じのシステムらしいんだけどまあ一応あの本家本元はうちってことにしといてねみたいなでもまあ別に使ってもいいよみたいなぐらいのふわっとした特許らしいのよなんかそれこそコピーゲームコピーゲームとかを作られないためにあのそういう一応自分の会社が作ってますよっていう特許をなんか取ってるらしいんだけど特許ってゲーム作るときの始まる でも、なんかその、ウマ娘は、同じような、ゲームで、特許を、取ったからみたいな話を聞いたけど、特許は当、えあ、泣いてる、小春ちゃん。えシンデレラだ。え、誰小春ちゃんが泣いてる。かわいそう。泣かないで。 泣かないで、可愛い,い。可愛い,い。ええー、小春ちゃん。か、こうやってるって。可愛い,い。ええー、小春ちゃん、可愛い,い。あのサイズのイグアのしがな、放し飼いなの。明日も晴れるといいな。ね。きょうくん。声がないのに、うるさいな、なに。果たして。 かわい,いコナミは特許ゴールで有名でコナミのせいでずっとカメラがクソだったでも訴えるまではしなかったでしょ多分喋る速度上がったしまくってたあそうじゃあ知らない <laughs> じゃあ仕方ないわコナミの似たようなでもそしたらシャニマスとかって一緒じゃないの だから特許を持ってんのに特許を取ったからじゃないの似たようなことでここマジかわいいオープニング変わった嘘変わってた気づかなかったこういうこういう動きかわい見い見ててみんなマジでかわいいなサビ <laughs> サビかわいすぎだろ本当に この中に混ざってもいいのうん。俺は混ざるつもりだけど、君は来ないで。臭くなるから。超かわいい、マジでみんな。好きになっちゃう、おじさん。サポカのシステムが特許を残した説は何なんだどうなんだろうね。 小春海って原作はどうだっけ覚えてない。一つも。一旦、シャニマスの話、ウマ娘の話はなし。後だでな。えー、声引く。でかええー、なんかいつもアリスちゃんとちゃま一緒にいるね。かわいい。 あれいや、結構あのサイズ恐竜よ多分このサイズのイグアナ。あと、あと爪とか多分痛いと思う。可愛い茶ちゃま。俺触れない俺、サチュウリー触ったことない。<laughs> アリスちゃん、可愛い,い顔してる。えバリサ、怖いの可愛い,い。 <laughs> アリスちゃんがまた顔芸してるすごいなヒョウくんヒョウくんって何なんだろうねあれかなグリーンイグアナ太顎ヒゲトカゲ大丈夫ロリーが迷子になって小ドオオトカゲ あ、ロリロリロリロコハルちゃん漫画だとマ川カーの出番あるよコハルに厳しいしろへかわいいコハルちゃん歩き方さっきからポコポココハルにビンタしたのミグニャン俺にしてくれよ すごいね、お母さんよく即日イグアナ買おうと思ったね即日イグアナ結構いろいろ揉めたほうがよくない家族家族内でいろいろ協議したほうがいいよ タンプレだったのかなね。話し飼いにしてんのかな、普段。えいいなあのベッドの上のこれ。いくらぐらいするたぶん、多分20万ぐらいするんじゃないの知らねえけど。てん、なんていうのそれ。読めない。イグアナ、値段。えイグアナ、赤ちゃんだと3000円で買えるらしい。はははは。え 蚊が入らないですね。それ蚊帳だろ。蚊帳だっけイゴの安、俺も買おうかな。え上手。かわいい。かわいい。 なんかシンデレラ <laughs> かわいいかおるちゃん餌やりあーコオロギとかだよね多分ずっとここに載せて配信する今後ポニテラアリスちゃんポニテラってああなんないんだけどなんでかわいい 小春がヒョウくんの餌でネズミみたいなのを切ってたのがあったへえ髪の毛乾かしてませんちなみにまたバサバサですなってる今ポニーテールな,な,なんか汚いなおじさんだからかな俺が髪の毛に張りがないのかもしれないもしかしたら かわいい。もうちょい上の方か。不助手のポニーテ。<laughs> あれなんか。そこのポニーテ根元のハサミ。根元ハサミでチョンってするだけでいろいろなわらしさがなくなる。へ根元ハサミでチョンってどういうこと普通に髪の毛切るってこと あーちゃんだかわいいあかりんちゃんあれだよな,なんだっけあのあれ思い出したわあのあのアニマスのさ犬が苦手なプロデューサーのまことちゃんだっけ違うわあれはまことちゃんじゃなくて誰だっけユキポのいの 犬が苦手なユキポッポとプロデューサーが頑張る話危ない危ない危ないあすご <laughs> すご腕力かわいい <laughs> そんな危ねえね今ひしゃげちゃうところだったね今日くんが。 動物虐待でな怒られないこんな。でかひょうくん。これぐらいありそう。これぐらい,いつももう、みんなに見えてないもんな、俺の腕が。ひょうくんのことも考えてあげて、あんまり触れ合いすぎると、多分ストレス、やっぱ、動物って人間と触れ合うストレス、えぐいらしいからね。ちょっとき使ってあげたあんまり連続で。 触らせんのは？ひょグッズ売ってる？いいな。誰だあいつ俺じゃん、うん？うん、ハムスターハムスターよくそういうへえ。なんかハムスターとかって人間の体温で火傷するみたいな。なんだっけ？いるよね。そういうの？動物で人間の体温で火傷するやつ。 めっちゃ褒めててあげてるこれじゃんかわいいな。なんかシンデレラガールズのキャラってさ、そのなんていうの声つくまで気づかないけどさ、あの、声ついた時のさ、なんていうのあの、キャラの強さ。え、なんだこのロリークソかわいい。アイドルにさせよう。ヒョウくに食われる。蝶々なんかいたら。 捕食される <laughs> やっぱキャラ強いねシンデレラガールズのキャラってまたどっか行っちゃおう今位置高いんじゃない位置高ポニーってできたんじゃないみんな成功してるなんかな,なんかなんかくたびれてる気がするななんでなんだろうおじさんだからかな雨それともまだしっとりしてるからかな洗ってなくて洗ってなくてね 横顔長いけど、横顔どうなってる俺の横顔。顎が。顎が一体化してるね。ラグで見たら。髪の毛しか見てなかった。顎がこうなに斜めになってる。<laughs> こう、ここから。坂になってる。なだらかな。 アごはるだけまだまし。ねえよ。普通に、あれに出てたアイドルが、外歩いてんだね。あて、でこれ、ひょうくんのぬいぐるみ売っちゃったから、みんな持ってるから、わかんなくなるみたいな、感じあ、結構こんなポワポワ天然系なんだね。 ああ、流行ってるわ。でも分かるだろ。リアルか、そうじゃないか。出来が。一人だけディティールが細けえだろ。目が開いてるヒョウくんと、反面のヒョウくんがいるんだね。ぬいぐるみも。AI には区別つかない。確かに。カトレアじゃん。あ、そうなんだ。カトレアとマメマル。 かっこブ,ラブラックバージョンあ古賀さんにぽいああ偽物だった惜しいこのままじゃ響きみたいにひょうけんに食わせてもらうことになあ,あと響きちゃんみたいに拉致られちゃう 何してんのこの子たちは <laughs> アイドルが一人で外に出歩くなんて散歩範囲広すぎ仕事中なのになそんな天然なのかな仕事中にどっか歩いていっちゃうほど小春ちゃんって 可愛い今の座り方やっぱさ女の子が座るときにさやっぱ捕食される捕食されるって絶対ちょうどいい食べごろのサイズじゃん教ョウにはぴったりヘビじゃないんだからえ爬虫類ってネズミとか食うでしょだって 喉つまらすかなずっとここで暮らす <laughs> かわいいめっちゃかわいい <laughs> あなんか見てたんだ映画「The End」 <laughs> かわいい <laughs> なんでニナちゃんとカオレちゃん抱き合ってるんだ <laughs> ミリアだけまんべんなえだった そんな歩きの範囲で来れるところでこんなに人少ないことあるしかもこんなぴったりな雨宿りゾーンみたいなところで完全にあれじゃんなんだっけ響ちゃんの回と同じ京くんって大丈夫なの水かわいい小春ちゃんめっちゃ 下手するとクマに襲われる。わ、なんか、ファンタジー。<laughs> 完全なるファンタジーが始まった。変音動物だから体温下がると活動が鈍る。<laughs> え突っ伏して泣いてんの危ないよ。本当に誘拐される。こんな美少女が、一人で、突っ伏してたら。あ、みんな、来てくれた。 イノシシは危なくないか普通に殺されかねないノ太郎まあイグアナの歩くスピードで来れる場所だったらそこまで遠くないだろうな <laughs> このこのガキたちは自由コードだな常になんか今喋ったリスガキ言うなガキだろでもあみんな目の色が。 そのアイドルと同じ目の色になってるのかなえミニイグアナちょっとファンタジーだなコハルちゃんかいえヒョウくんこれ声一緒前とコハルちゃんより先に声がついたと噂のヒョウくん ひょうくん誰がしたんだっけ分かんない誰か誰これお母さん大空直美あでもそう言われたらそんな声した気がする今ひょうくんの声あな何これ渡辺チェルきた <laughs> これなにソロ かわい,いえ雨やんだの急に男歌っぽいと思ったそれそれそれソロ曲っぽいね「いつザン」の合の手入れてくれるんだろうみんなで <laughs> 大変だろうこんな小学生が。 一人であんなに出かけたらあ SSR の衣装だかわいい急にミュージカルみたいになったあそれオタクだったんだあったハハハオタクが ライブ中にあくびする。アイドルじゃん。危ないでしょ小学生、女子。小学生が一人で。外で、ね、寝てたら。 まあ確かにこれでもし小春ちゃん誘拐とかされてたらプロデューサーク,クビになってるよな普通にクビアンな気もするけど。 すげえ夕方なのに星が見えるなんて相当明るいんだろうなあちゃんと外では抱きつかないんだ偉いまず心配かけて申し訳ございませんだよね <laughs> <laughs> そうだよな勝手に一人で子供だからって甘えさせちゃいけない常に見張るのは無理だからふらっとどっか行かれたらどうしようもない どっか行くなよ。そんな超ガキじゃないんだから。だってコアルちゃんって小6とかでしょ多分 <laughs> 隣のイグアナ怖くない結構。 かわいい。ハ春ちゃん。あエンディングでおねしんおしゃれーそっかハ春ちゃんのおねしんないもんね。へー。挿入歌でソロやって、エンディングでおねしんか。ハ春ちゃん三杯だ。ここがハ春ちゃん。えファン増やしたね、一人。俺ももしかしてさ、なんか、迷子の。 ロリに声かけたら俺のファンになってくれるかな配信見てくれるかなおじさんお姫様っつって言ってくれるかなで俺に手紙くれるかな 迷子のロリはなかなかいないからどこかから連れてきたほうが早いぞはははは警察がいっぱい来てくれるラッキー不安が増えるわかわいいコハルちゃんいいね仲間だねコハルちゃん いや、ちゃまポニーテにしてる本当にポニーテールって可愛いよな。俺は俺のポニーテールはどうみんな。あ、やべ、次回の予告出てた今、タイトル。出ないんだっけ ?U149 は。お願い、シンデレラ。出ないか。うん可愛かった、めっちゃ。コハルちゃん。タイトルの意味は 確かに。声がないのに、うるさいものって何みたいな。脚本メルスゲンすぎて賛、ね、否 <laughs> 分かるぞ。そうだね。割と何やってるか分かんなかったわ。<laughs> ちょっと急にファンタジー、今まで割と何て言うの、現実的というかまあ、ちゃんとアイドルものだったけど、ちょっと小春ちゃんのやつは、ファンタジーが過ぎたな。 あの蝶もよくわからなかった。確かに。とても良かったが91%。失礼だけど薬決めてると思ってしまった。ちょっと小春ちゃんがファンタジーすぎたな。なかなかファ、そっちについていけない人からしたら、結構苦手な回かもしれないな。ま、あでも、可愛かったから、よし。<laughs> よし 終わりました。本当にラーメンマンできる。もう髪の毛切ってラーメンマンみたいにしようかな。髪型べ髪ここだけ残してさ、ここ全部揃ろうかな。丸顔のラーメンマン。俺さ、今の髪遊びが一番ファンタジーだろ。<laughs> 俺びっくりしたの今日さ、外出かけてさ、こうやって、あの、なんかでっかいさ、なんか鏡じゃないけど、まあ、 反射するガラスのの前みたたいに立っっててさ見たのよこうやって自分の全身をそしたらなんかあの横に太くて手足が短くて頭がでかいからなんか縮尺をギュッてやったみたいな人間になってた俺アスペクト比間違えてんのかなっていう俺を全身で見たらこいつアスペクト比間違ってんなって思うようなサイズ感になってます おすすかぶり物みたいそう。なんか手足が、本当になんかね、こうしたみたいな、こうしてこうした人、人間を、人間をこうしてこうしたら俺みたいになる。だろうなって思った。ぐらい、意味わかんない感じしてて、て見てなんか、頭がおかしくなりそうだった。人間感なかったわ。マスコットキャラじゃん。 そう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 目の錯覚がいやーまあ可愛かったわちょっと結構不思議脚本ではあったでも渡辺チェルがまたよっしゃ男歌に続く曲を下ろしてくれたからよかったありがとうそうれそうれそれそれそう そう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 これどこまで伸びんの小春が動いてるとこ見れるような気がくなんでね嬉しいよね俺腕太くない肉がついてるのかな ねよっかどこまでが脂肪全部脂肪ではあるよこれぐらい脂肪筋肉でそういうのはかっこいいんだけどうん強そうほらこうやったら例えば今週延期みたいな話聞いたけどテレビだけなのかなる今週ってか来週なんじゃないのそしたら分かんないけどもうこれ髪の毛出てるとこうやってずっと遊んじゃうわ髪の毛で 女の子の髪の毛がいい。触るんだったら。で俺、最近鼻、鼻が高くなる動画見てさ、鼻、高くなる運動してるんだけど、鼻高くなった俺。ね鼻高くなってる、俺。鼻筋が良くなる動画見たんだけど、顔丸くなったそれはもう、いつもです。常に。 肌が真っ白いからどうしてもかっこよくは見えない肌もう朝黒くするからじゃあ焼くか夏に夏に丸一日ま高すぎて体験突破してるよかった安心したわやっぱ人に見られる以上なかっこいい顔にならなきゃいけないからでかっこいい体にもならなきゃいけないマジでサイズが またさらに、XXL ぐらいの T シャツ買わないといけない。XL じゃ、もう、ぴったり。さて、寝るか。<laughs> 今日は。でもいし。シャニやれ。なんでシャニやんのシャニソン明日にしよっかな。 朝だよおはよう。あ明日はあるよ、明日たなんもないよて。あ明日にパチパラやるか。ーーいやでもブレスオブザワイルドをやりたい気持ちもある。れとても。まあね、新アイドル登場だって。あガシャ更新したんだ。 マイコレ、あ、マイコレなんだ。あ、え、あ、ー、あ、耳じゃん。え、すごい、なに、その。光る玉。なに、その光る玉。すごい。玉言うな。数珠か。わー。エロ。ブレスオブより新作があるやろ。でも、俺、ブレスオブザエルでやってないもん。 ビーチ、ムいつものじゃないことあるんかいや、これあの… MV 付きだから…え、かわいいめっちゃかわいい、この絵うまっあ,あ、あ、チョコちゃんかわいいえなにそのチョコちゃんおい、めぇか,かわいいなにそれおい三峰かと思った。そうのだくそかわいいなに買ったのそれねエロ本？で、バタバタ。 チョコレートサンデーチョコレートサンデー,ー,ンデーうわ可愛い,い, <laughs> いうわうわっとわっちょっと待てちょっと待ておいうわちょっと待ってこれはガチ恋ファンが増えますダメですこれは出しちゃいけませんこれは世に、はあ、いい世に出しちゃいけませんれこ,れこれは これは世に出しちゃいけません。マジでこれは。かわいすぎます。こんなもん世に出したら、全国の男子が園田を好きになってしまいます。許されません。おあるやんかわいい。何買ったの、チョコちゃん。<laughs> なんか珍しいね。こういうストーリー調の。 このなんていうの私服の演出。俺そっくりでしょ俺に。闇バイトか。<笑><笑>かわいい。超かわいい。やばあ、チョコちゃん。髪あんな長いんだね、チョコちゃん。普通にやってると。超かわいい、マジで。や、ちょっとこれは、やばいな。 いやこれやドゥ,ド,ゥド,ゥこれこドゥイドゥイドゥーンの動きだ今あれ今のところあのダンスドゥイドゥイドゥーンの動きだいやちょっとこんな、えー、これはいけないかわこれダメだねこれこれ,これかわいすぎハえ <laughs> そのだ、激おもろどそのそのだげきおもろどすっごいるかギリギリのいつにも増して自然な引きうわ,うわそのそのだーそのそのだーうんもうなんでよしよこ だからダメなんだってこのなんだっけ <laughs> ?MV ガシャやらせないでくんない俺にマジで MV ガシャマジ罠だってこれ今引かないと絶対今後手に入んねえもん石が足りねえマジでやめてほしいバッドゥイドゥイドゥー

これは強いよ。で、二十歳オーバーが二人と。これは強い。かなり。役として。あ、戦ってこいやチヨコ !30 年すれば !30 年すれば1枚は出るはずあ、来たチヨ、チヨコ激オモロードお願いこれは来てるあほらチヨコチヨコの流れチヨコダブルチヨコトリプルチヨコにしよう トリプルジオコにトリプルジオコに <laughs> トリプルジオコでした <laughs> 成功しました <laughs> なんでだよあでもあと2回引いたら SSR 確定まであるからこれまでは引いといて損ないなだってここの SSR 確定でも未処置の PSSR 引けば実質30連だから 50年回して実質30年で手に入るし、チヨコも手に入るから、50年まではやっといて損はなしはぁチヨチヨコーンチヨチヨコーンお願い、本当に !SSR っなさき最初の1枚だけ。なんであ,あ出たいやー、違うんだってサポーター出なくていいんだよわら,わら !PSSR、そういう話じゃないの PSSR が 出なさすぎって話をしてうわーやめろーそうやって謎の確率を使うなーまあでも50連 PSSR って50連したら1枚出る計算だから PSSR は50連して1枚出る計算だから大丈夫安心してみんなここで出るからでチヨコですチヨチヨコー そそのそのー…お願いします。高山さん。激おも激オもロードグルグル。激キもオブグル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 。東京グルグル。チたらおい。千チヨチヨコおい。 あれスサ s r ー高山ピースサルワ高山あ,るあれあれピースサルワ高山さんは、エセスアル、デタシマえええ、ええーピースアル、カクテルチューコで出るん。出ないよ。 高山、献金が足りないぞね PSSR が出ないんだけどねえこのゲーム PSSR が出ない俺わ壊れちゃった俺のシャニマスコれちュジ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 ュ攻めるわはいあっ <laughs> 攻め失敗したもうダメだみんな 騙された高山にかわいいチヨコにかわいいチヨコに騙されたチヨコは我慢しようと思ってたのに <laughs> <laughs> 我慢なんてことはできないんだ我慢なんてできたらねあと1万残しても仕方ない。 うわーくっさー。動物が金持ってこねえかな。千代子だー。あっ千代だ千代子,千代子ああにちかだー。じゅりちゃん。うっはくさなんで千代子じゃねー。<laughs> SSR いっぱい出てる場合じゃねえんだよー。SSR 出まくってるじゃん。

夏の形俺のンパンジュールが <laughs> 俺の三番ジュール, <laughs> 俺のジュール <laughs> 返してよ俺のサンジュール全部俺のひ、ね、ょうくん俺に返せよ ジュエルうわ、キングダムハーツやりたくないキングダムハーツやりてえなキングダムハーツやろうかな<は>めちゃめちゃキングダムハーツやりてえなどうせこれフファァイナルファンタジーももついいてくるかもしれないどうせこれ次、天ダちゃんの限定とか来るんだろう は余裕でですすよ全然平気ですどうせ天菜ちゃんの限定とか来るあ,ある俺がジュエルない時に限って地域の限定とかるんだよ高山はそういうことするやつ本当にそう俺の配信ばっかり見てるから高山いつも高山は川口のおしを狙いちするからな <laughs> いやもうちダメなんだよマイソングは別に天野限定えっとはこれジョのイッじゃん一ジ天井まで貯めてみろよすごいすごいすごいひなのひなの…あれなんであ三3人入れられんだっけえー、サポート SSR かしちゃダメだろうがよおい えすごい3人三人まであ三3人までだってやった中国に投票しとこコと <noise> やったーこんな嬉しいことはないよ <noise> やったー 分かってるねこういうところであのー、変に人気投票みたいにならないのがいいね <laughs> ちゃんとこのコスメブランドだからアなひななち、ま、みみっていうちゃんとしてるわシャニマスの P 偉いちゃんとそのコミュとかでお化粧とかに気使ってるテレピーとは違う の話してる子たちがちゃんと上位に入ってきてるのは偉いちゃんとしてるわシャニピーねね、これめっちゃいいわちゃんと合ってるキャラにいってるのはすごく偉いと思うだってこんなんいくらだってしかも何これすごくないちょ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 楽曲の制作にサポート SSR がにリリックビデオ化だよ 楽曲の制作だからこんなんさ人気投票の殴り合いになってもいいのにねぇね全然でも徹ちゃんなんてやっぱお化粧のイメージないしな超豪華だよねそれをちゃんとこのキャラに似合ってるからっていう理由でこの3人にしてなのは本当に偉いと思うとっても嬉しいしかも俺その3人はみみあまなひななは えー、すごーい感動なんかわかんないけどジュールなくなっちゃったみんな, <laughs> となんで何、えー、で,で俺のジュールないのみんなおかしくないああ寝よっか <laughs> おとなしく寝よっかみんな あ、なんか話したい話あったウマ,娘の話ウマ娘の話はもういいかまマ娘の話はもういいかさっき u 1ん9が始まる前にちょっとしてたけど。頑張れ、ウマ娘。負けるな。別にあの,あのシステムじゃなくていいよ。<coughs> MV とコミュが見れるだけのゲームでいいと思う。ウマ娘。言うてもしゃあないことやしな。

トキドルのアイドルでもいいから、トキドルのアイドルと恋愛できるゲームでもいいし、普通に新作、完全新作で、トキメモ5出してくれてもいいから、でも、コナミってマジでなんか、ゲーム部門がどんどん縮小してるって言うからな、スポーツクラブが、もう、ブイブイ言わしてるらしいからな、なんでトキメも、コナミって本当にギャルゲーの神みたいなところなのにな、あれも、ラブプラスもコナミだよね、確かね そんなことになってんの今。なんかコナミ、なんかあんまり社長なわか,かんない噂、風の噂だけど。ああ、そっか、あの、名前読み上げてくれるのって。うん、名前読み上げてくれるのって、コナミの特許なんだっけ、あれ、あの、キャラクターが。 トキメもやりてえなトキメもやんね EVS 手放してほしいよな本当本当あれがあるだけでなんていうのゲームに入り込んでる感覚が全然違うよな。名前が呼ばれるだけでやっぱり。うん、<coughs> <coughs> わ、んう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  全部やりてえなゲーム時間,時間切れたからアロナちゃんが読んでくれるようになったんじゃな。イカああ、確かにアロナちゃん読んでくる。でもアロナちゃん、え、あれってさ、どういう、EVS ってどういう特許なんだろうね。どういうシステムなんだろう。アロナちゃんも、それこそ、いろんなゲームが読名前読んでくれたりはするけど、川口先生だから許されてんのかな、アロナちゃんは。EVS は自分でその、音程とか調節して読み方を変えられるからかな。 呼んでほしい、呼んでほしい。名前。美少女に。今、マジ、ときめも出たら多分、世界取れるぜ。俺は聞いた話だけど、なんかその、コナミの上層部が、ゲームがそんな好きじゃないか。今のコナミの上層部が、ゲームがそこまで好きじゃないから、なんか、冷遇されてるみたいな。ゲーム部が、コナミの。噂は聞いたことはあるけど。 本当かどうかは分かんない。風の噂でしかない。でも今は、コナミスポーツクラブが、もう軌道に。今のコナミのメインはスポーツジムだから、ね。そう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 。スポーツジムが、本当に軌道に乗りに乗ってるから、今のコナミは、そっちに、シフトしてる。コナミってゲーム会社だよね、元は。 コナミ遊戯王で儲かるから何もせんでもいいのがダメなんだろうなああ遊戯王ってそんな一社を支えられるぐらい儲かってんのかななんかもう最近あんまり遊戯王のそのカードゲームの <laughs> 価値としては遊戯王の話はあんま聞かないけどなどうなんだろうカードなんてすればすっただけ儲かるしまあそうか 今ほんとポケカが異常だからなポケカの異常なのって終わんのかなだってもうさあんだけ値段1枚1000万円とかさするカードとか100万円とかするカードが出てきちゃった以上さもうこのポケカバブルがはじけた時それを持ってる人たちが全員不幸になるから一生はじけないんじゃないかって思うんだけどはじけることあんのかな 値段が上がり続けてる。川川口も川口もってプリントした紙1枚100円で売れるなら何もせんいか略でもそれは、その、俺が頑張った結果とかなんじゃないの川口ってプリントした紙が100円で売れるのは。俺が頑張らないと売れなくなるでしょ、それはいずれ、今は売れたかもしれないけど。ポリゴンショックがまたた起きたら暴落しそうマジでどうすんだろうな。それこそ YouTuber とかがさ、なんか。 何百万もかけて何千万何百万もかけてさいろんなそういうレアカードをいっぱい集めてさうん資産とかにしてるけど安くなるってことはないのかなポケカはマジで安かったけどね一時まずポケモンってものが強すぎまあ確かに 全世界に人気あるからなポケ、ポケモンは。俺も買っとこうかな、今のうちに。なんか、5万円ぐらいのカード。なんじゃもなんじゃもはい、初動30万ぐらいだったけど、15万ぐらいに落ち着いてるみたいね、今。思ったより伸びなかったらしい、なんじゃもは。 みんなの想像。ええ。まあ確かに。なななんかか受注生産するみたいな話なかったい話っっけあ、なんかね、受注生産するって言ったけど、ワンボックスだけだった。俺もなんか、俺あの、ポケモンセンター、昔ポケカやってた時に、ポケモンセンター会員登録してて、今でもポケモンセンターから連絡が来るんだけど、マブだから俺とポケモンセンター。ワンボックスだけだったわ、受注生産。意味あるのかと思っちゃった。なんか、 結局その欲しい数つらないあたりなんか割とそのなんか転売屋側な感じしちゃうよな受注生産なんだから欲しい数すりゃいいのにワンボックスまでですとか書いてあってわかんない俺がちゃんと見てないだけだから本当かどうかわかんないけどなんか1 1人お一人様ワンボックスまでですって書いてた気がする それだったら多分何も変わらない気がするけどね。正直、そのワンボックスぐらいじゃ何も変わらない気はする。欲しい人にワンボックスが行き渡ったところで。まあ少しはマシになるかも。ちょっとほじくってみちゃうよね。知れないけど。ほじくって疑ってなんて言うのそれ。うがって。うがってね。 なんかちゃんとてんその転売屋たちに対してまあ、うん、どうなんだろうな <laughs> <coughs> まあやってくれるだけありがたいけどでもそんな受注生産とかするぐらいだったら本当にもうあの在庫が余るぐらい作ってほしいわ多分あいカードゲーマーとかって在庫が余るカードゲーム吸ったりしてるところって多分在庫が余るのが怖いっていうのはもちろんあると思うけどでもガンプラとかもそうだけどさちょっと前までさもう おもちゃ屋さんに行ったらガンプラも普通にたくさん在庫があったしポケモンカードもたくさん在庫あったのにもかかわらず今は本当にもう常にないっていう状態があるからそうじゃなくしてほしいよ本当に常にあるにしてほしいもうありえないぐらい作ってもう買い切れないぐらい大量に作って常にあるようにすれば転売屋も買うのやめるだろうし 常にあるようにすりゃいいのにしかもそのボックスのい,いずれさばけるでしょいやそういうもんじゃないのああいうのってなんかちょっと前からそういう常にあるがないのが厳しいと思うわ俺だって昔小学校の頃めちゃめちゃいろんな種類の遊戯王のカード買ってもらってたよ さママに <laughs> からでもいいといまあ多分そうだろうな企業からか側からしたら売れたらどっちでも関係ないしな客だろうが何だろうが売れたもん勝ちだろうしななんかその在おもちゃ屋さんに行ったらなんかいろんなパックが売っててあじゃあ今日はこれみたいな感じでついばんで買うみたいな 感じだったけどね。今って本当になんか人気のないパックだけしか売ってないみたいな。カードゲームも、遊戯王だけじゃなくて。いや、らしいけどみんなが持ってるやいやそりゃそうだ。持ってないのに欲しくはなる。今そ,なな今そんな感じじゃない今のカードゲームって人気のあるやつはポケカもそうだし、DM、R、とかも多分そうだよ。マジック・ザ・ギャザリングは全部買える。みんなもマジック・ザ・ギャザリングをやろう。 <laughs> うん <laughs> ね、俺配信でマジック・ザ・ギャザリングのさオンラインカードやったらみんな見てくれる載せてみないよね <laughs> 前やってたじゃん前やってたけどまたちょっとやりたいなと思って見るけどルールは分かってないまあ説明するよ頑張ってごめんおい見ろよ マジック・ザ・ギャザリングってさ、なんかいろいろカードが高いとかね、なんか、マジック・ザ・ギャザリングをやる人が少ない理由みたいなんで、なんかカードが一番枚一枚の値段が高いとか、とっつきづらいとか、なんか、なんか、あるルールが難しいみたいな言ってるけど、絶対違うの。俺は思うのは、マジック・ザ・ギャザリングは絵柄が日本人向けじゃないってことだと思う。何より。 あれでめちゃめちゃ可愛い絵柄とかが大量にあったらみんなやるよ多分絵がバタ臭いからそうかなみんなやんないんだよあれでみんな美少女だったら全然やる人も多いでしょって思っちゃうけどなこれはもう絵柄の時点でっかから入っていいかからないわわな結構あると思うでもどっから入っていいかわからないに関しては海外で受けないんだよまあそうなんだよな どっから入っていいか分かんないっていうのは、なんかもうそれこそ入り口ではその、スタンダードっていう、なんかあの、最近出た、ここ2年以内のパックだけで戦うみたいな。スカイリムのグラフィックのギャルゲーとか絶対いらんからな。<laughs> ここ2年間だけで出たパックのカードで戦うみたいなルールがあるのよ、スタンダード俺もやってるんだけど。俺たち、俺がやってるのはそのスタンダードっていうルールで。 直近2年のパックで戦うパックでのカードで戦うみたいなだそれだからカードプールも狭いしいろいろ覚えられるみたいな感じなんだけどそれがマジで人気ないらしくて今のマジック・ザ・ギャザリングってそのスタンダードっていうルールがやってる人が少ないらしいあとはフェーズが多すぎて訳がわからんというのはある まあでもカードゲームって全部そうじゃないのかな遊戯王もだって意味わかんなくない。俺遊戯王がなんか今一番意味わかんない。いろいろカードゲーム触ってきて思ったけど、遊戯王が一番意味わかんないわ。<laughs> 長い間遊戯王やってたから気づかなかったけど、で、いろんなカードゲームを触ってみた結果、遊戯王が一番意味わかんない。何あれすごいわ。この間ワンピースカードの大会に出てきたよ、俺。 ボボコボコにされた <laughs> 強かったみんなちゃんとみんな強いなって思ってなんかワンピースカードさ一時期めっちゃ流行ってたじゃんなんか買えなくて全然買えなくて値段がすごい上がってて転売屋がめっちゃ買い占めてみたいなそん時って大会に出た3加所とかあの優勝者商品とかもめっちゃ高かったのね1枚 何万円とかで売れたりして大会出て優勝したりあの参加賞もらったりして売ったらだからその大会に出るのがすごい大変だったのなんか12時に受付開始して大会開始が7時とかなのにまず受付開始が12時で,でその12時に速攻で埋まってあの抽選になるみたいな30分ぐらいしか 受け付けてる時間がなくて、で、その間に来た人たちで抽選になって、その参加権を奪い合うみたいな。30人だったら100人ぐらい集まったりとか。その流行ってるときはあったんだけど、この間、おとといかなおととい友達とワンピースのカードゲームの大会に出たら、あのクソ、店員割れしてた。<laughs> 3分の2ぐらいしか集まってなかった人数。 なんか終わったかも。カード自体の値段もめっちゃ安くなってたから、なんか、あの、ワンピースカード。いや、あの、ワンピースカードはちゃんとルールもね、そのぶっ壊れがいたんだけど、それを禁止カードに制定して、そのぶっ壊れじゃなくしてし、何より、あのパックをめちゃめちゃ作ったんだよね、確か、ワンピースカードって。 ありえないいぐらら作ったらしくてだからそれこそその在庫が余るぐらい作ったらしくてそれで多分転売屋がはけたから本当に普通にゲームをプレイ楽しんでプレイしてる人しかいなくなったんじゃないそれこそ参加賞とかなんてさあの当時そのストラクチャーデッキ完成作られたデッキとかで 出るだけ出てさ、3箇所だけもらうみたいな人もいただろうから。いや、ほにいいことだと思う。だから大量に作るってそういう転売屋対策にやっぱ何より強いんだろうなっていう。だから本当にポケモンはもっと転売屋が湧かなくなるぐらい大量に作った方がいいと思う。なんかガンプラも今それやってるらしいね。ありえないぐらい作って、 そのて転売屋を倒す作戦に出てるらしいガンプラもガンプラは頑張っててくれるる印象あガンプラめっちゃ頑張ってるらしいよすんごい量作ってるみたいめちゃめちゃ再販に再販を重ねてるらしいえ人気のやつの再販や,やめんの 早め,たりあ早めたりかあそう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 ,そうめちゃめちゃもう再販に再販を重ねてるらしいガンプラはだからちょっとみんな転売屋たちも諦めつつあるらしい <laughs> やっぱだから量を作るのが一番いいんだろうな何より カードより在庫変えたら大変そうなのにな、ね、本当に俺あのガンプラの転売に関してはマジで何でやってんのか分からんなんか送料とかも1000円ぐらい取られるそうだし儲け少なそうでもめっちゃ流行ってたからななんか裏で転売の裏には誰かがなんか暗躍してそうめちゃめちゃ 何者かがきっと暗躍してるはず。ヤクザの,しのぎということで本日は以上にしとくかな。眠いから。明日絵も描かなき、描きてえからさ。 マジで。わあ、びっくりした。ツイッチ開いたら、知らない人が喋り始めた。<laughs> これ、ツイッチの画面開くと、知らない人が喋り始めるの、本当にやめてほしい。超びっくりする。ガチの初見だから。<laughs> 本当だよ。ほ本当にガチの初見。誰ああ、もう、ツイッチが。やめよう、今、ツイッチ開くのは。動画、さっきの動画を。 アップロードしたかったのに <coughs>。この絵も描かねえと、まだ全然、半分以下。これしか描けてません。皆さん、残念ながら。果たして僕は、一人描いて寝よういやだ。絵を描く元気はない。明日の昼ぐらいから、絵でも描こうかしら。<coughs> 明日起きて、元気だったら絵を描くリクエストしてくれた人も忘れた頃に上がりそうそうだねまあまあゆっくり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 下ってくーゆっくりゆっくり下ってくーなんでえへ <laughs> 今日は終わりますあの今日はあのなんだっけ上水コスモちゃんの生配信があったんでそれ聞きながら寝ます <laughs> それ見てないんで上水コスモちゃんの生配信なんか普通に VTuber なんだけどみんな偉い <laughs> 普通に VTuber の配信見てるだけなんだけど合いますっていうより <laughs> 俺なんかちょっとさっき見たんだよご飯あのタイミングが8時からだったんだっけなちょっと見たんだよさっきご飯た頼む前かなそしたらなんかあの挨拶決めてて「わこすもう」みたいな「ワコスなんかコスモちゃんだからワコツとコスモをかけて「わこす」とか「わこすもう」に しようかなみたいな話をしててであのでも和骨ってその和骨を知らないと和骨って意味わかんないよねみたいな話になっててそう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 だから今の子たちには伝わんないかとか言って <laughs> 言っててん今の子って言われてたお前も今の子だろうみたいなおや, <laughs> おやみたいな いや、私も今の子なんですけどねとか言ってたけど。<laughs> 私も今の子なんですけど、いや、皆さんが伝わんないって言うから、今の子妙なのって言ってた。コスモちゃんが。女子高生ですけどねつって。私も女子高生なんですけど。だから、それの真相を探りに、俺は、 v r ライブに潜り込んでいく。まあでもどうなんだろうね。今例えば、まあ、リアル年齢高校生がニコ生見てる。うーん怪しいな。今のコッテワード使う人はほぼ隠れおばちゃんないよ。<laughs> どうしよう、流出事故で60歳くらいの声優だったら。 ニコ生少なくとも10代ではない10代はニコ生見ますかえ、見てるだろうでも10代だったらギリギリじゃない ?1819 ぐらいだったらそれこそ俺がニコ生始めたのが7年あ八8年9年8年ぐらい前だからそれぐらい、まあ、10歳12歳 いや、小学校でニコ生は見ねえよなー。いや、でも当時ニコ生流行ってたから、ワンチャン見るか。うん。<coughs> いや、でも怪しいなー。ニコまは、和骨。まあでも和骨はそれなりに、ちょっとは使われてたが、最近はもう全然多分使われてないけど。 あでも今の子っていう発言はちょっとね。あんま深入りしないでおいた方がいい。<laughs> 確かに。コスモちゃんは女子高生です。ちゃんと。上水路コスモちゃんは女子高生だし、真中ちゃんも女子高生。で、レトラちゃんは専門学生だったかな。確か。じゃちょっと俺はコスモちゃんを楽しむわ。 この後みんなもぜひ見てください。コスモちゃん。並びに。女子高生かかかどどうかはどうはでもいいからアイマスに関係あることしてまあまあまあ、一応見とかそう。でもね、本当にアイマス <laughs>。なまあ、アイマスに関係あることしろっていうのは難しいよな。だからこれがアイドルマスターなのかなっていう。なんか、本当豚ただの VTuber。 ななんだよな今だと良くも悪くもマジで良くも悪くも本当に 1VTuber でしかない3494回再生だってコスモちゃんの生配信 生配信で3400って少なくね同説1000人ぐらいかな。いや、俺もそうなんだよね。底辺もいいとこ個人の人以下では <laughs> 俺も VTuber 自体はそこまで興味ないけど、一応アイドルマスターグループだから、頑張って今追ってる。うん <coughs> 一応アイドルマスターだから一応追ってる頑張ってで真中ちゃんはすごいかわ俺の中では可愛いと思う Vtuber ハマる人の理由も分かるなって思ったのは真中ちゃんこそもちゃんはどうなんだろうな果たしてうんアイドルとしてでは仲間として可愛いんでしょう、うん、そうだね本当にただの女の子として可愛い でもそれは別に俺アイドルマスターのアイドルもアイドルとして見てねえからな多分普通に可愛い女として見てるからな <laughs> だからまあそんなに変わんないかななんか新しいコンテンツを見始める気力もないからまあアイドルマスターの延長線上だったらっていう感じ頑張るかっていう見るか まあでも1時間で見え、あの、配信が今んとこ1時間だからアーカイブが。<laughs> アーカイブっていうか配信が。毎回1時間で終わってるから、まあそれぐらい、なんかちゃんと時間きっちりしてると、見やすく後から見ようかなとは思えるよね。やっぱさ、その VTuber のとか、まあ生配信者の良くないところとして、長時間配信多いじゃん。6時間とか3時間とか4時間とか。後から見ようって思うのすげえ大変だからさ。 1>, 1時間で終わってくれてるのは本当にありがたいと思うサロメレベルなら1時間でいいが伸びてないやつがそれじゃな確かにサロメちゃんも確かかなり時間きっちりやってるよね2,3時間で毎回終わってるイメージあるわ U149 第7話を見るおじさんを見る枠1,29,22 <laughs> 仕方ないこうなるんだよ配信者はだらだらやるから 唯一状況を見終わったにもかかわらず、だらだら、寝るって言いながらも、結局話すのが面白くなって楽しくなっちゃってる。そんな私がいます。ほら、サロメちゃん。パン。パンのゲームの配信してるわ。私パンになる。 えでもサロメちゃんでも再生数3万4000だってどうせつ落ちたサロメちゃん170万人もいんのサロメちゃんチャンネル登録者すごっやっぱなんかみんな人が集まってるところが好きなんだろうすげえな。<laughs> 結局なんかみんな人が集まってるところが好きなんだろうなっていう感じがするわ話題になってるから見に行く面白いからとかじゃないんだよな多分可愛いから面白いからじゃなくて話題だから二ののの新人の男がこの前純一万人はえは、ー、<laughs> すごい面白かったの何してたの俺も

イケ,ボイケボ男歌い手が2人で歌うみたいな今の子は知らないよ <laughs> えちなみにえガチ10年前 <laughs> いや10年前じゃ聞かねえな15年ぐらい前多分ガチガチ15年前ク<ソ>ガチ15年前だと思うっとってニコニコ待ってマグネットってマグネット多分元動画消えてんじゃねえかなあれ確かトレストレス疑惑かなんかで マグネットボカロ消えてないわあれ取れすぎ枠で消されてなかったっけ違うかこれじゃねえかえ2009年あガチ14年前です皆さん just be, just be friends all we gotta do just to friends

俺のだから、俺がし、俺がボカロを知ってた頃の時代だよな、それが。それしか知らない、ボカロの曲。この間、あの、なんだっけボカロのゲームなんだっけプロセカか。プロセカの話してたけど。俺が知ってんのは15年前の曲しかないです。残念ながら <laughs>。 おじさんですニコチュそれとダブルラリアットそれとダブルラリアットしか知りませんそれじゃあ女はキャーキャー言わせられ十11万人の女を集めることはできねえのかなあそれじゃあ11万人の女たちは喜ばねえのか古いすぎて曲が 曲すら新しいの取り入れるのが奥っ,って相当だぞ。<laughs> だって俺音楽聞かないもん。見つぎたくさせないと。俺ってマジで何もそういう。何？コールクって。川口ではメスの画が限界。<laughs> 俺マジで。あの音楽も聞かないし、テレビも見ないし、本当趣味ない人間だからね。 そういうインプットない人間何にもしてない本当に配信とかしてなかったらそれこそゲームもしないしただ生きてるだけうんこ製造機カードは趣味だろまあカードは趣味でもカードも 友達がいなかったらやってねえしな友達とやるからやって遊んでる友達と遊ぶ手段の一つとしてカードがあるだけで多分友達と遊ぶ友達と遊ばなくなったらやらなくなるよマジで多分俺何て言うの何かやる相手とかそれこそ配信とか友達いなかったらマジで何もしないと思う <laughs> 本当にただ萌えアニメを見るむさぼり見るだけの グッズ溶かしてたと思う風俗しか残らなくなる風俗も言ってねえだろうし配信で話できるから話題になるから風俗も言ったけど別にハマってもねえしな配信モンスターじゃねえかマジで配信以外 配信でやること、まあ、パチンコ、パチンコぐらいか、本当に趣味、<laughs> 一人でやる趣味、パチンコぐらいしかない。今、パチンコという曲彩りの輝きを放つ趣味があるよ。虹色な、マジでパチンコ以外は本当に今し一人でやる趣味、ま映、あ、画でも映画のも多分配信してなかったらやんないだろうしな。 それで仕事人間とかだったらな終わり人間完全なる終わり人間だから配信しててよかったね配信のおかげでいろいろ遊べてるわ人生を楽しめてる配信は伸びてないけど 関係に合い <laughs> 伸びる伸びないだって伸びてないでさあのやめるぐらいだったらこんな10年近くやってないよねどっかで諦めてるよな、まあ、伸びた方がいいけどねもちろん持ちの論 寝るかそれでは以上で本日の配信をいやもうちょっと配信してえなどうしようしようかなどう思うするべき 心の赴くままに。ホロライブが押し、勝つのガイドライン公開してたぞ。嘘。しちゃおしちゃおしちゃお。俺の大好きな。大変。当選した人眺めてるけど。みんな内容えわんようにしてる。偉いね。ユウ二百九十八とかないかな。<laughs> 全人類じゃねえか。<laughs> <laughs> 俺の好きな。なんだっけ。宝生マリンちゃん。押していいの。 映う名詞イドラインってなんだ URL 貼ったのかな NG コメントになってるわなんかさこの間さっきそのシャニソンがさあのー、うん,なんかシャニソンあのシ,ャシャニソンのタイミングとその あウマ娘の訴えられたタイミングがかぶってなんかシャニマスがトレンド入りしててさでシャニマスをト,なんかトレンド入りしてると思って見たらそのいろんなそのシャニソンの話とウマ娘のパクリの話をあの同時にしてる人たちがいたんだけどその中であのめっちゃ可愛いい絵がめっちゃリツイートされてて。 2000リツイートくらいかな。あ、この絵かわいいじゃんって思ってよく見たら、多分だけど AI の絵だったのよ。<laughs> で、その人のあのー、過去のイラスト見に行ったらなんかシステムがダブってそうで心配したたから入ったんじゃないのイカ略なんかその人のイラスト見に行ったら全部、た多分 AI なのね。でもやっぱりたくさんリツイート、なんか 最初の方の絵はリツイートされてなくて、急にめっちゃ伸びてて、めっちゃリツイートされてましろ。なんか、どうなんだろうなと思って、AI の批判って、わか,かりやすいのよ、正直。多分だけど、わかんない。あの、あれではないよ。ちゃんとかわかんないけど、絵を描いてますみたいな名前で、淡々と上げてて。 わかんないけどね。えー、でも多分、あの髪の毛とかが、服とかと一体化してたから、<laughs> AI なのよ。まあ、そんな、普通に書いてたらそうはならないじゃん。髪の毛一体化しないじゃん。<laughs> 服と。確定でくでもなんか、それなりになんか2000リツイートみたいな、されてたから。AI をもとに。 おかしいところ修正する路線で行ったらいいのになうん一応今は見分けつくけどもうちょっと進化したらわからなくなるいや多分もうわかんか多分レベル高いやつはわかんなくなると思うよまだそういうなんか雑な人とかはいると思うけどマジでわかんなくなるときはわかんなくなるなんかいろいろ毎回問題視される割にはまだ誰の誰だったか忘れちゃった <laughs> まだ問題あんなに問題視されてる割には結構雑にリツイートまだみんな拡散とかしてるんだなと思ってでその人は AI イラストって書いてなかったからさなんか最近俺のフォロワーの人でなんか AI 絵師の絵をリツイートする人がいるんだけどその人はまあ AI 絵ですって言ってあげてる絵なんだけどめちゃめちゃクオリティ高いのよなんか本当にえこんこれ AI なのみたいな マジで多分言われこそ,その人が多分 AI ですって言わなかったら分かんないぐらいにクオリティ高い絵なんだけど。<laughs> で、そういうのだったらまだ分かるけど、そうでもない、ちゃんと見たら、あ、これ AI だなっていうの分かるような絵だったんだけど、それを割と。 普通にみんなリツイートしてるからまだなんか手直しされたらもうわからんかあ多分わかんないと思う見る側はどっちでもいいからな多分そうなんだろうな画質悪いイラストアップコンバートとするソフト死ぬほど世話になイカ略あれね <laughs> いやマジで本当にクオリティ高いイラストあのあの二次元二次創作の光彩と確認としてるとわかりやすい二次創作のキャラ をしっかり再現でできてんのがマジですごいなんかクオリティ高い AIA なんかむずいじゃんその指定というか髪型とかさキャラクターに寄せんのってわかんない AIA がどうやって作られてるかわかんないけどみんなその文字の入 最近はロラっていうのが出てきてすごいぞ入力だけでやってんのかと思う,思,うんだ思ってるんだけど俺は未だにでも進化に進化を重ねてすごいことになってる可能性があるけどそれこそ自分で軽くラフ書いてそれを AI に入れてでもう一回修正するみたいなもうそんなんされたらマジで分かんないと思うわ 闇落ち絵師が多分闇落ちというかまあ利用する絵師20年代アニメの作品の出力もできるのびっくりしたえええそんなのがあるんだ人気のキャラとかあと出しやすいんだすげえな <laughs> まあだからなんかでも それやだよな本当にあのー、あ可愛い,いと思った絵もさ一回んこれ AI かって思わなきゃいけないっていうのがすげえつらいそんなことなければいいのにな AI が出てきてくれたおかげでいろいろとそういう考えも生まれるようになりました まあ考えたくないですねアペクスのチートコンバーターと同じじゃん。いや、俺は別に否定はしないけど、肯定もしない。なんか世間がやってることと言ってることが、なんかあんまりまだ噛み合ってないな、ちぐはぐだなって感じ。俺が言いたいのは。あんだけ a i a i を嫌う割に、AI の絵はリツイートするんだなって。 俺 AIA しですって言ってるんだったらありがとうございます。あとうございます。あとうございます。ういす。ありがとうございます。あとういうございます。ありがとうございます。がうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがいと思う俺も AI だったかがいがとうございす。ありがとうござだます。ありがいます。ありがいとうと思うとうまとういうとうとう だって自分で書きましたって言ってるってことはさ少なからず後ろめたいってことだと思うんだよね AI で書きましたって言えないってことは少なからず自分で後ろめたいと思ってるからそういう風に言ってる気もするんだ言っちゃってるのはあかんわえ、書きましたってそれとも AI いやでも言ってんのよ マジで、頑張って書いてます、みたいな。頑張って書きました、みたいな。言うのよ。なんかわかんないよ。はあ、手書き絵師は確かに。<laughs> 確かに言わないわ。書きましたって言わないわ。普通、まあ書きました、書きましたって言うか、なんだろう、そういう変な言い方しないな。 不思議ですな難しいなじゃあ a i S のあり方ってみんなも a i S に問題視してるうちの一つに使ってる人のそういうモラルの欠決意はいか略まあそうだね。 なんかシンプルに使えてたら全然ほんとんかおっきく物事がおっきくなってる感はあるでもだ,ってだからこうやってリツイートするってことはあんま気にしてない人もたくさんいるってことだもんね AI がどうしたとかはただ可愛い絵が見れればいいっていう人間もたくさんいるだろうから分かりやすく AI でもリツイートたくさんされるってことは まあだから AI 嫌がってんのってやっぱ絵描いてる人だもんな。下手手くそな手書きより上手い AI あ見てる側からしたらそんとそうだよね。気づいてない人が多分8割だと思う。言うて。でもそういう人たちからしたら可愛いい絵であればど AI が描こうが人間が描こうが変わんないから多分そうなるんだろうなっていう。だからなんかその AI がどうしたこうしたって言って。 るのは本当に絵描いいててる人だけななのかなっていう気にしてんのは俺もわざわざそんなこれは AI っぽいかもしれないなみたいな観察しないでリツイートすりゃいいけどなんともなかなかどうして俺もだから負けないように絵を描きます やっぱ投稿頻度が大切です。毎日投稿してました、a i えしは。これも投稿頻度上げないといけません。こんなバストアップの絵ですら、もう2週間目に突入してます。残念ながら。あ、やっぱりすごい眠くなってきた。寝よう。明日、また、なんか、ツイッチでゲームやるんで、多分、何もなければ。 何やるかは決めてませんが、もしかしたらまたマージャン一番がになる可能性すらありますが。<玉>ということで、銀玉銀玉パチパラの可能性は何パーセントあ、パチパラパチパラー。パチパラにするとしたら俺ね、部屋を掃除しなきゃいけない。 <laughs> だから明日の昼間、俺が部屋掃除できたらパチパラ。できなかったら、なんでわら PS3 をひっぺがしてこなきゃいけない。何の関係があ,あ PS3 をひっぺがして、PS3 をあのちゃんとこのパソコン周りに置かなきゃいけないんだけど、パソコンの近くにがもう配線もぐちゃぐちゃだし、ホコリもぐちゃぐちゃだし、大変なことになってるから、それをちゃんと。 いつから使ってないんだいつからだろう最後に PS3 使って配信したのっていつだろうななんかプレ2のゲーム最後にした配信が多分最後だけど多分 1, 1年ぐらいは多分使ってないんじゃない ?1 年から2年ぐらい2年はさすがにないそうそうだから部屋掃除しねえといけねえんだ机の下を何よりきれいにしなきゃいけないそれが明日きれいにできたら えー、やるしできなかったらなんか PS4 の PS プラスのゲームをやる <laughs> サルゲッチュとかサルゲッチュとかやるキ <laughs> ングダムハーツコロライブの格ゲーやらないかコロライブの格ゲーやらないだって俺宝生マリンちゃんしか知らないもん だからやらない。郷昇マリンちゃんは絵がうまい。本当に絵がうまい。聞くほどうまい。ください、僕に。半分画力。ということで、寝ます <laughs> 眠くなったので、寝ますありがとう、諸君。ーボそう、いい日が。 なんだ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 んだ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 なんだ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 んだ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 

な何が欲しいかぐらいちゃんと言いいよ。何してんの